松浦武四郎チーム、ただいま千秋楽を終えました。2年間のツアーのラストは、秋田県の由利本荘市での公演でした。亜美さんの地元です。本当に由利本荘市、ここで千秋楽を迎えられて本当に本当に幸せな公演でした。ありがとうございました。はい、僕たち、とても家族みたいなチームでございます。最後まで武四郎の作品をいい公演に、してきました。実は僕とミキは通算3年間この舞台に立たせていただきました。ありがとうございます。毎回ですね、この作品の、意味を考えながら立ち続けておりました。はい、もう大変な日が続く今の世の中ですが、本当にたくさんのお客様に見に来ていただきまして本当にありがとうございました。そして残念ながら今回見に来られなかったお客様、遠くからでも本当に応援してください。ありがとうございます。なかなかこう出会うことが難しい世の中ですけれども、これからもわらび座は舞台を作り続けて、松浦武四郎のように皆様のもとへ出会いに行きたいと思います。ぜひまた劇場でお会いしましょう。ありがとう。